はい、どうもこんにちは、キリです。今回もね、ダイイングライト2やっていきたいと思います。で、前回の続きで、ソフィーと合流するというとこからスタートですね。で、その前にまたね、撮影会でレベルを上げておきましたんで見ていきましょうか。これね、パルクールレベルと戦闘レベル両方ね、2レベルずつぐらい上げておきました。この崖の登りを速くするみたいな、登りをすごい素早くできるよみたいなスキルを解放したのと、あとこのダブルジャンプですね。ダブルジャンプは正直ね、まだ使い方分かってないんで、使えてないんですけど、まああんま使うことないかなという感じで、あと戦闘はこれですね、ジャストブロック、こういいタイミングでブロックすると相手がよろめくよみたいな感じと、あとブロックチャージですね。これはもう全然使われへん、敵を押し倒すというやつね。もう押し倒してもすぐね、敵が復活するというかね、また起き上がるんであんま意味ないんですよね。と、あとね、このバザールの武器屋に行ってみると、なんとこの弓が買えるというね、驚きの新事実をね、先ほど知りまして、早速ね、買っていきたいと思います。これね、3300、結構ね、貯金まだいっぱいあるんで、ペーパークリップやって。よし、初弓ですね、ダイイングライト2は。どのように装備するのか。インベントリー、これ武器ね。一応ね、もう今手に入ってる武器でもうかなり強くなりまして、そう、もう主人公のレベルが上がるごとに手に入る武器がどん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 強くなっていくんで、今一番強いのこれですね、グレイブディガー188ダメージ。一応最も入れてるんですけど、まだ1回も使ってないですね。まあ今回の撮影で使えたらいいかなと、動画内で使えたらいいかなという感じです。で、このペーパークリップね、この弓、よし、装備しました。これは楽しみやな。全然ほんまに初めてなんで操作方法が分かってないんですけど、で、岩はね、結構どっかで拾ったりとか自分で一応クラフトしたりしたんで、一応揃ってます。30発ぐらいあるんかな今。クラフトで、そうですね、40発か40発ぐらいあるんで、どうやったらこれでいいんか。うわー、かっこいい。RT で発射できる、これだけでいいんか。よし、撃ってみるか。あ、これ逃げや、あかんわ。あ、 B 長押しでキャンセル。あ、ミス。 B 長押しでキャンセル。あ、 OKOKOK。 あ、キャンセルできるんや。 OK。 ナイス。よし、撃ってみますね、ゾンビに。ほい、あ、強え、マジか。で、放った矢は回収できないということか。一応レベル2のゾンビやからワンパンと。これは強いわ。矢は回収できないか、やっぱり使い捨てやな。それはちょっと今回違いますね。 OKOK。 そうしたらちょっとプチイベントがあるから、そっちだけ先にクリアしとくか。よいしょ。これはね、宝箱に近づくと盗賊が現れるってやつですね。うわ、なるほど。おい、強い、これは強いわ。感激やわ。おい、はい、おい、あれあれ、矢は、矢なくなった、なぜ。あ、違うわ、矢40発あるんじゃないの。あ、なるほど、これでファイヤーアローに変えるんか。普通の矢は全然なかったんや、ファイヤーアローがあんねや。よし、ファイヤーアロー打ってみるか。いくぞ、ほら。あれ、あ、なるほど、もう瞬殺するレベルやったらファイヤーがないと、そういうことかな。ファイヤーエフェクトがないと。よし、割れた瓶やって。一応ね、プチイベントは本当に経験値がいっぱい手に入るんで絶対やっといた方がいい。 OK。 じゃあソフィーとこ行きましょうか。よし、一応ね、サブミッションとかもクリアしておきまして、まあまあ特段ね、なんかストーリーに関係するようなことはなかったんですけど、あれですね、知ってるキャラクターが一人だけ出てきまして、なんていうか、ハンパモンのヒュービーやな、そうハンパモンのヒュービーがサブクエストで出てきまして、でその時にね、足の骨を 両方折られるっていうね、盗賊に。で、その盗賊はこの主人公のエイデンがね、全員皆殺しにして終わりみたいな、ちゃんちゃんみたいな感じなんですけど、このヒュービーがね、足の骨折れたままなんで、ちょっとかわいそうやなっていう感じなんですけど、
まあね、あいつもやってることなかなかエグいんで、普通に金借りてそのまま返さずにただ人のもん盗んでそれを転売するっていう、なかなかすごいことをしてるんで、まあまあ因果応報かなという感じはするんですけど、ただすごいいじめられてましたね。よし、もうすぐ着くかな。このようにね、パルクールがすごいもう爽快にできるようになってるんで、今作は。あ、こっちか。 OK、 そうなんですよね。本当にパルクールチャレンジみたいなのもありまして、そう、チャレンジみたいな短い時間でこうこのチェックポイントを通れみたいな。で、ブロンズとか、ブロンズが一番下か、ブロンズ、シルバー、ゴールドってあって、ゴールドになるとパルクール経験値が1000ぐらいもらえるんですよね。結構でかいんですよ。でも全部ゴールドなんですよね。そう、今作結構やりやすいから、パルクールが。よし、言ってる間にたどり着く感じやな。よし、おったおったおった。ピースキーパーに監視されてるみたいね。監視されてる。見せてやりましょう。ジャックとジョーの次はあいつらの番だって。行動に移るって言ってたな。もう動いてる。キャンプに偵察を3人送り込んだ。カールとクリスタルはあの建物のどこかよ。ほう、盗賊キャンプに近づいたら、え、双眼鏡で侵入ポイント。ほう、キャンプリーダーとかおんねや。なるほど、キャンプリーダーとその幹部を倒し、キャンプトーテムで制圧を宣言しよう。キャンプを制圧すると安全区域が設けられ、追加報酬として XP、 武器、服などを入手できると。すごいな、盗賊キャンプとかあんねや。あ、すごいすごい、一気にスキャンできた。あ、寝てる、日中やのに。見張りが一番多い。いやいやいや、見張りが一番多いからこそ行くんやろ。私たちは反対側に回る。挟み撃ちにする。挟み撃ち。おう。問題が起きたら基地に撤退する。どこだ？タンゴモーテル。タンゴモーテル。ほう。オッケー。とりあえず撤退するっていう選択肢はなさそうやで、多分。ん？これはゾンビか。え？お、なんかおるやん。よし、こういうやつらは月に変わってお仕置きよ。うわ、うわ、強っ、マジでファイアーローめっちゃ強い。あ、逃げたあいつ逃げたぞ。よしよしよし。じゃあいや、せっかくやから正面から行こうぜ。ステルスやって。ステルスはまあ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 、あのあれよね、テイクダウンするってやつよね。え、は誰に？ソフィー、マジか。ハサミ打ち大技、これか。うわ、すっげえな、ジャック&ジョーのキャンプ。よし、行くぜ。せっかくやから、このグレイブディガー一番強いやつ、最もつけたやつね。うわ、はいやべえやべえ、マジで。うわ、からか、何も持ってへんのかい。お、オサが現れた。はい、よいしょ。オサ終わり、リーダー終わり。はい、あ、強、ちょっと強すぎるなこれでいくか、バーバリアンでいくか。ちょっと弱い、弱い方の武器でいこう。おらおら、おい、あの今バーンって言ってるのは、あの敵がね、こう味方を呼んでるんですよ。増援を呼んでるんですよね。おら、あのワイヤーみたいなのを巻いたら音がこうバーッと出るんで。オッケー、はい、おいしいおいしい。で、この金品をね、後で売るとかなり金になるんですよね。あ、あ、あ、終わった終わった。あら、ちょっと待って、なんか金目のもんあるかな。結構ね、素材はかなり重要なんで。お、ほいほい、いいね。あ、やり、いらんな。よし、この遭遇失敗っていうのはプチイベントですね、関係ないですね。あ、なるほど、アイテム全て消失する。
じゃあ拾っとこう。絶対拾った方がいい。お、なるほど、ピッキングとかできんねや。これはすごいな。おうおうおう。でもね、これもすぐ終わるんで。オッケー。ほんまにダイングライト1と比べて全然めちゃくちゃやりやすい。よし、ほいほいほい。はい、強い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 。はい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 。たっぷりやわ、ほんまに。あ、これはあれやな、すぐに終了せん方がいいな。ちゃんと物資取ってからの方が絶対ええわ。はいはいはい。はい、武器も手に入ったよ。しかもユニークや。2つ目にレア度が高いやつやな。よーし、はい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 。たっぷりよ。金持ち金持ち。ではもうないんかな、こっちは。お、戦士やって。これ、あ、味方か。よし、もうなさそうやな。よし、行こうか。オッケー。弱かった。まあそらそうか、こっちのレベルがね強すぎるだけなんで。はい、 UV ライトオン。クリ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 、すごいなこれ。おお、よし。うわ、すげえ。これでここが自分たちのアジトになったと。ジャック&ジョーのキャンプ制覇。うわ、すげえ手に入る。報酬の経験値がね。回復ブースターの設計図。はい、強い。 OK。 とりあえずソフィーは大丈夫やったんか。あ、そうそう、カール、カール。オッケー、もう暗いからライトオンにして。あ、おった。お、生きとったな。他のものはやられた。クリスタルはあそこだ。ソフィーに連絡を早く。ソフィー、カールは無事だ。そっちはどうだ。ソフィー、ソフィー、聞こえるか。え、彼女たちを助けてくれ。マジか。ジャックとジョーはどこだ。ジャックとジョーは戦闘に気づくとすぐキャンプから逃げた。あ、逃げたやん。どういうつもりか。援護を待つと言っていた。援護だ。誰から。よくわからない。ジョーはレネゲイドの話をしていた。町の向こうのダムに駐留している旧陸軍の残党だ。へえ。バザールでも目撃されている。よし、じゃあどこに行けばいい。バザールか。タンゴモーテル。ソフィーの隠れ家がある。ほう。急げ、早く。よっしゃ。来てくれてよかった。とりあえずじゃあソフィー助けましょうか。なんか音信不通なって思ったな。とりあえずちょっと夜はめんどくさいから朝にしましょう。夜はね結構ゾンビがうようよいるんでね。でこの主人公のエイデンがあのレベル上がって、うん、今まあレベルで言ったら5に値するんですけど、レベルゾンビのねレベルも5になってるんですよね。結構エリアごとにまたゾンビのレベルがちょっとばらつきがあってまた変わるんですけど、ここら辺はまだ低いんですけどね。あのマップのここの今右ら辺におるんですけど、これ左の方に行くとなんとねレベル5のゾンビが結構いっぱいいるんですよね。これは何、何これ、何やろ。よし、おお、武器来た。 OK。 え、これって地図開いてる間もあれなんかな、進行してんのかな。ゾンビ近くおったけど、おら、はい。で単語モーテルどこ。こっちか。大丈夫かな。よし、お、インヒビター近いな。インヒビターね、あと1個で主人公強化できるんで。よし、ジャックと城の周辺が騒がしいようだが。え、ホーコンや。それだけじゃない。ソフィーの隠れ家が襲われた。ピースキーパーかも。そう、目的を思い出せ。セントラルループに行けりゃいい。地域の争いなんかほっとけ。これ以上関わるな。地下鉄に戻れ。ここまでの情報でもアイトールは通してくれるかもしれん。いや、通してくれへんやろ。
ソフィーの兄子。行かないと。ソフィーを助けると約束した。真実にたどり着く道はそれしかない。分かった、まだ連絡する。すごいな、こんな分岐点あるんや。え、これで変わったりするんかな、いろいろ。今とっさに選んだけど、結構制限時間もあったんでね、あんま迷ってる時間はないから。え、くそ、マジか。遅かったか。誰に。ソフィー、バーニーいるか。ソフィー、やば。ソフィー応答しろ。とりあえず手がかりはないんか。手がかりはなさそうやな。マジか、遅かったな。みんな殺しやんか。誰がこんなことしたんや。まあ、人間であることは間違いなさそうやけどな。よいしょ。うわ、さあ、おるか。何があった、応答しろ。おる。え、おら、どういうこと。こっちから行くん。あ、なるほどね。ここはね、行ったことあるんで、こっからこう渡って、で、こうや。こうロープを使って、こっちに行って、あ、ここは、このミッションで開けるようになるんや。なるほどね。そう、インヒビターがあるんですよね、こっち。そうそう、撮影外でね、集めようと思って、なかなか集まらなかったんで、ここ。なんか開かへんなと思っとったんですよね。そういうことね。インヒビターどこ？インヒビターこっちじゃない？オッケーオッケー。え？あ！うん！アイドル？え？ピースキーパーとやり合った？え？部下は死んだ。あ！好きになれそうだったのに。うわ！ピースキーパーを連れてきたんだな。助けたのにか。てめえは俺らを裏切った。だから死んでもらう。マジか。アイトールと自分をな。俺らはついてたって。何グズグズしてる。やっちまえ。うわ。バレたか。バニー待て。で、嫌な感じでこうバレたな。マジかよ。よし、コッパみじんにしたろ。おい、びっちょ。はい、びっちょ。ビッチョ、おい、ビッチョ、ビッチョ、はい、ビッチョ、はい、まだおるか、おるな。なんかね、投げナイフ投げてくるタイプのやつおるんですよね。それがめんどくさい。あ、そうそうそう、タックルもできるんですよ。タックルが結構強い、対人戦は。こんな感じでね、タックルで投げ倒せるんでね。え？終わり？終わりか。インヒビターどこ？インヒビター欲しいよ。終わりか。これはどうすればいいの？こっちに行くんか。こうか。うわ。お前か。ふざけるなって。脳筋折った。え、こいつ殺すんかな？今回。脳筋結構可愛いけど。うわさすが脳筋やな。ヘルマン、お前とは戦いたくないんだっつって。うわヘルマン、やりすぎやお前。このクマ野郎、クマ野郎。マジか。え、うう、え、マジか、殺しちゃうんか。ヘルマン結構個人的に好きやったけどな。よし、じゃあグレイブディガーでタメ切りして殺すか。ありゃー。もう話そうとしても無駄やろこれは。あ、まだ生きてるんや。よいしょ、はい、バイバイヘルマン。あ、なんか喋った。最後死の間際になんか喋ったな。で、あ、こっから出れるんか。よし、
ちょっと誤解されてるっぽいよな。え、お、ホーコン、ホーコン、さすが。え、どうやって行くんやろこれ。こう、こう行ってこうできるか。あかんわ、こっちに捕まりながらじゃないとあかんか。あ、なるほどね。こう一回登ってこう、よいしょ、よっしゃ、いいね。ホーコンタイミングいいな。逆になんでここが分かったんやろ。バーニーを見つけろ、バーニーを見つけろ。 OK、 一応話すか。どっから来たんだ。第六感ってやつさ、トラブルの予感がしてな。バーニーはお前を殺そうとした。何か隠してるんだよ、ルーカスの件か。あるいはなんだ、指揮官の殺害、今度は給水塔の乗っ取り。偶然じゃないだろう。バーニーは姉貴の影から抜け出して自分の手でピースキーパーを排除したがってた。探してみよう。用心しろ。アイトールに伝えてくる。また連絡する。よし、じゃあバーニーに会うんかな次は。出てこい、いい加減にしろ、逃げられんぞ。お、インヒビだった、こりゃ。よっしゃ、オッケー。あ、しかも2つあるやん。アップグレードしようかなと。ということはじゃあ体力やりますね。これでようやく体力とスタミナが並んだ。強い、これは嬉しい。おお、そう、インヒビター使うとね、こうやって副作用があるんですよ。まあ言っても何もないんですけどね、なんか特に。よし、バーニーを探すと。どこにおんのやろバーニー。こっち、なんか建物の中におるっぽいけどな。こっちかな。あ、ちょう、じゃあこうか。ん、開かへんドアがあるけど、こっちか。こっちでもないんか。え、なんか抜け穴かなんかありそうやな。あ、こっちか。エイデン、わびりゃ頭を打つ。うっ、弓持っとるこいつも。それとも点火するまで苦しむか。どうする、死ぬのはお前だバーニー。殺さずに止めるだけのはずでしょう。武器をよこしてこっちに渡しなさい。ソフィー、わかった。助けてもらっといてこれか。裏切りには死を、アイトールの手先だったなんてね。手先じゃない、自分のためにやってる。この戦いに中立なんてない。私たちは生きるために戦ってる。水なしじゃバザールは一月も持たない。なのに PK は何もしない。母の時のように私たちが死ぬのを見てるだけ。連中の一味ならバザールのことなんて考えてないんでしょ。あなたを生かしておく理由なんてある。ソフィー撃て、早く。やば、え、助け合うこともできる。ちょっと説得に応じてみよう。誰がルーカスを殺した。俺たちだと思ってる。ソフィー教えてくれ、あんたがやったのか。まさか。ソフィー、ダメだ。なぜ犯人を気にするの。アイトールは何か約束を。うわ、言うんかな。ルーカスのことで何か知らないが、これとりあえずこれ聞いてみよう。あんたじゃないなら誰が殺した。さあ、私の仲間じゃないことは確か。犯人が分かったら教えてくれ。ぜひハグしたい。ルーカスは死んで当然、遅すぎたくらいだ。あんなやつ殺すまでもない。 PK ごと追い出す計画があるもの。ってことはほんまに殺してないよな、ソフィーらは。もう打ち明けるか。だから協力を。信じたの、あいつの言うことを。俺を殺そうとはしてない。向こうは裏切られてないしね。こういうのはどう。水の確保を手伝うなら私がセントラルループに連れてく。まず俺は裏切ってなんかない。事件の調査に協力してるだけだ。でその話だが、 PK が管理する唯一の道のことか。別の方法がある。もう一度信用するとでも思うか。お互い様よ。
こっちは PK に協力してるって仮説を立てただけ。この状況じゃ慎重にならざるを得ない。あんたは俺を殺そうとした。仲間にかけて、バーディ、スージー、ローガン、ラルフ、ヘルマンにも必ずセンターに案内する。やってくれる？どうする？これ、手伝おう。これは難しいな。いやでも手伝ったら面白くなりそうやから手伝おう。作戦は？ジャックとジョーが逃げた。ついに給水塔を取り戻すチャンスが来た。なんか新しい脳筋みたいなやつ来たよ。PK に対処できたらすぐセントラルループに行かせてあげる。まずは水の確保が先。塔はどう上がる？ウィンチがいるけど、ジョーの部下に封鎖された。だからあなたに頼んでるの。登れってことか。うまくいけば大勢が救われる。恩は必ず返す。よっしゃ。多分僕が本当にこの場面にいたら、多分あれなんですよね、もうアイドル個人的に好きなんで信じれると思ってるんでね、絶対お断りだを選んどったはずなんですけど、まあ、物語的にはねこっちの方が面白そうなんで、こうぐちゃぐちゃぐちゃってなった方がね面白くなりそうなんじゃないかと判断して、今回はねこっちのちょっと複雑な方であいつらに協力するということを選びました。でどこに行けばいいの？あ、これね、ホース州給水塔、ここで解除されるんや。ほい。一応ね、あそこ前から見つけてて、撮影会でねいろいろこの街を探索しとったらあれがあったんで、ただねロックされてたんですよ。あれなんか入れないみたいな、まだこのアクティビティはロックされてるみたいな。お、ホーコン。盗賊連中は給水塔にいない、逃げたようだ。ソフィーは水を取り戻すのを手伝えばセントラルループへの別ルートを教えるって。いいぞ。あの女はここ育ちで、町のことはタクシー運転手より知り尽くしてる。ジョーには気をつけろよ、エイデン。バカだけど危険なやつだ。あっさり逃げるとは思えん。OK、これか。思ったより高いな。おお、まあ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 。いた。なお前。普通にゾンビおるんかい。こっから、あ、ロックピックか。じゃあこいつら殺すか。何でやろうかな。このバーバリアンでやるか。ほいほい、オッケー。はい。でなんかね、こうしてストンピングっていうか、グラウンドパンチめっちゃ強いんですよ。これがね、なんか前回これあんまいらんなって言ってたんですけど、これが一番強かった。これね、ほんまに強い。敵をこう踏み台にしてジャンプにしてそのままこのねグラウンドパンチ、これがマジで王道で、敵にね囲まれててもこれ一番効くんで、あとはこの溜めたまんまうわーってね、この回転技ね、これも強い。これとグラウンドパンチはほんまに強いっていうのがね分かりました。よし、ピッキングもね簡単なんだ。ソフィー、ジャックとジョーが塔にいる。え、吹っ飛ばす気だ。マジか。よし、爆弾解除せなあかん。マジか。こうどう登るんやろ。あ、なんかある、なんかいろいろある。こうか。 OK、 でこう、なるほど、楽しいやんか。え、インヒビター、ここにもあんの？マジか。はい、ほいで、怖いな。ほい、こっちは取られへん。え、これどないすんの俺。こっちから登んの？あかんのか。これはこっちも何も行かれへんもんな。あ、下に下ろすやって。
オッケーナイス。これではしごで登れるようになったと。これはインヒビタ欲しいな。これどないすんねや。ちょチクタクでいくか。あかん。ああ、やばいぞ。え、とりあえずはしごで登って、はしご気づいてよかったわ。え、どれすんの。あ、こっからか。オッケー。え、暗いな。え、ここは中から登るってこと。あ、そういうことやな。よっしゃ、ほい。ここにも爆弾あんのか。オッケーオッケーオッケー。おお、一応クエストマークで表示されてるからありがたい。なんかジャックとジョーが話してる。よいしょ。でさらにここをはしごを下ろすると、はい、でかい。でこう、こっちか。よし、ここにも爆弾あり。おー、オッケー。インヒビタ、インヒビタ。これで水は守れた。あ、爆弾全部もうあれや、回収したんや。よかったよかった。はい、インヒビタ。はい、さらにアップグレードかなと。よっしゃ、とりあえずじゃあアップグレードしときましょうか。もうね、スタミナはもう問題ないと思うんで、体力いこう。これからどんどんね、戦闘とかなってくると思うんで。おお、また副作用が。オッケー、よっしゃ、テンション上がるね。でさらに上に登るとどういくんや。ん、こっからこういくか。あ、いけるんや、普通に掴まれるんや。オッケーオッケー。でこうで壊すと、よいしょ、オッケー。おお、めっちゃ怖いな。こっちでもなさそうやな。行くか。はい。おお、怖いよ。で、こう。オッケーオッケーオッケー。なんとかなったな。なんとかなった。大丈夫か。さあ、あげるぞ。おらん、大丈夫。え。うわ。おお、おったおった。え、なんかあいつらもはめられてるっぽいな。なんかなんじゃそれ。交渉してみるか一回。爆弾は見つけた、話し合おう。うるせえ、何が話だ。ここを吹っ飛ばしてやる。いや、爆弾見つけた言うてんのに。終わりだ。こんなこと終わりにして無事に町を出たい。協力すれば手を貸してやる。騙されるなよジャック。誰も俺たちを生きて返しやくれねえ。なあ、俺は流浪人だ。さあ吹っ飛ばしてやろうぜ。ああ、あかんわこいつら。できないだろうが。話通じひんタイプや。話を聞くな。もう終わりだ、全部ぶっ飛ばせ。もうわからない、怖い。待て、ジョー、こいつ最近バザールに現れたっていう流浪人じゃ。かもな。でこいつが流浪人だったら何だってんだ。わからねえか。流浪人なら町の外に逃がしてくれるかもしれない。安全な場所にな。信用できねえな。お前は誰も信用しないだろ。チャンスがあるうちにバーニーと仲良くしろって言ったのに。たまには言うこと聞けよ。バーニーと仲良く。何のためだ。奴をバザールから追い出すためだ。 PK の情報をもとにな。奴には警告と逃げるチャンスをやったんだがな。うまくやれるとでも思ったんだろうよ。バーニーに警告。何を。まあ、ルーカスに武器使用、その他の容疑でしょっぴかれるぞってさ。ずっと罠を張ってた。おとなしく逃げときゃいいものを、小賢しく立ち回ろうとするからだ。バーニーは狙われてるのを知ってたのか。あのバカはオールドビルドで戦争する気だった。え、戦争なんて一番役に立たない。金と
クリスタルは別だがな。だからあの狂犬と姉貴を始末しようとしたんだよ。で、ルローニーよ、本当に俺たちを町から逃がせるのか。落ち着け、ジョー。落ち着いていられるかよ。町から逃がしてくれ。一番近くて安全なところに。誰も死ななくて済む。逃がしてやる。町からは出してやれる。だがその前に用事がある。どっかに隠れて待ってろ。奴らに見つからねえような。運が良ければな。ジャック、嘘だぞ。他に手はねえ。くそ、気に入らねえな。だが、いいだろう。タンゴモーテルの近くのトンネルで待つ。そこに着いたら合図を送る。いい選択だ。さあ、起爆装置を渡せ、ジャック。よし、とりあえずこれで誰も彼も裏切るという選択をねしてしまったわけですけど、まあまあまあいいでしょう。これぐらいの方がね、波乱の予感よ。あ、これあれか、臨時武器か。オッケー。これは？さて、ここはどうするか。誰に水を任せる？誰に水を任せる？え？ピースキーパーまたはサバイバーに割り当てると、そのゾーンを支配すると。はあ、え、なんなんこれ、すごいな。独自のオブジェクトを設置すると、パルクルヘルパーを作ると。なるほど。どうしよう、これはまああれやな、ピースキーパー行こうか。やっぱピースキーパーの方が好きやから。ほい、すげえこれ。もう全部このエイデンに委ねられんねや。やば。よっしゃ、ここもアジトになるんやな。はい。うわ、ついに給水塔解放と。かっこええ。よしよしよしよ。画面に移動できるようになった。あ、これかシティアライメント LT。 ほう、シティの現況が表示され、ゾーンが中立なのか、もしくはピースキーパーやサバイバーが掌握してるのかなどを見ることができると。ゾーンを勢力に割り当てることで受け取れるさまざまなシティ報酬をここで確認できると。なるほどね。おお、すげえ、カートラップとかあんねや。レーザーキャノンやってすげえ。でこっちはジップライン、エアバッグ、ランディングバッグ。はあ、正直やっぱ魅力的なのはピースキーパーやな。うん、そう、間違いない。オッケー、よし。ホーコン。エイデン、どこにいる？ホーコン。ジャックとジョーはバーニーにルーカスの狙いを警告してた。罠と知りつつバーニーは飛び込み、その時ルーカスが殺された。バーニーのアイスとの単語モーテルを調べよう。安全を確かめとく。いやー、これでルーカスの死の謎が解けたようですね。で、これは？ここか。OK。行くか。おい、このねロープにぶら下がると一気に下に降りることができると。しかも安全にね。よっしゃ。でこっから外に出ると、オッケー。ガサ入れ、絶対見つかるような予感しかせえへんけど。ほーい、よし。このゾンビをね、踏み台にしてジャンプするっていうのが強すぎるんよな。おい、これね、慣れたらマジで楽しい。で、これだけでね、パルクール経験値ももらえるんで。え？今ならあそこは無人だ。ただいつ戻るかわからんぞ。よし、じゃあ早めに、
早めに行こう。モーテルの方にね。モーテル、モーテル。あ、見えたね。あれを、あそこはね、ちょっと登り方が結構めんどくさくて、ここをこう登って行くと、ほい。はしごね、これこそはしご下ろしてくれたらいいんやけど。よいしょ。で、コート。はい、オッケー。で、コート。結局、弓矢あんま使わへんな、今んとこは。え？なんか鍵かけられてる。ひど。ひどいよ。僕だよ、僕。開けてくれよ。よし。で、こっちか。の、さらにこっちと。よーしよしよし。いいね。これは。まるで豚小屋だな。お前、タバコが。割れた瓶。割れた瓶、割れた瓶そんないらん。めっちゃあるやん、割れた瓶。お、ガングリン。いらんかな。お、コレクターだったのか。コレクター。おお、で、特になんもないな。あ、ここになんかあるぞ。はい。証拠にならない。証拠にならない。あ、なんかこっちあるぞ、なんか。マジか。くそ。やばいよ、マジ。証拠出るんだ、早く。え、ここ隠れとったらいいんじゃん。あ、これ、ん、何かある。これ何これ。あ、これ切り取られたタトゥーじゃないん、これ。ルーカスの。なんだ一体。これは、あ、やっぱりそうや。ホーカー、ルーカスから吐いたタトゥーがあった。あのイカレ野郎。何、な、吐きそうだ。アイトールに伝え。なぜ姉貴の持ち物を調べたら。うわ、ルーローニンがここの家政婦やってたとはな。お前がやったんだな。何のことだ。違う、ルーカスの一部を記念に残してるのか。うるせえ、いい推理だが俺のじゃねえ。もうい、殺してやる、殺してやる。うわ、ついにこいつと戦う時が来たな。お、パワーアタックしてきた。パワーアタックはね、ガードできないんで。いた、お前もう許さんぞ。ほら、お前こっちの武器何か分かってんのか。お前グレイブディガーでお前処理してやる。ピヨン。オッケー。女はここにはいない。あの女、ここ数時間どこにも姿を見せてない。あ、死んでなかったやん。首ちょん切ったけどな。これはつまり証明したかったんだろう。自分こそがルーカスを殺したんだって。人食い変態野郎だったとはな。俺じゃねえ、こいつがはめやがったんだ。ひとまず連行する。すぐに洗いざらい吐かせてやるさ。なんかでもほんまにやってなさそうやな。なんかそんな感じがするぞ。よくやったエイデン。後でオフィスに来い。約束を果たそう。なんか怪しいよな、こんなすんなりとね。しかもこんな気持ち悪い形で。誰かがここに隠したとしか思われへんけど、その罪をね、着せるためにそうさせたとしか思われへんけど。うん、そう考えんのが妥当よな、さすがに。よし、とりあえずあいつ死んでへんかったな。首ちょん切ったと思ったけど。よし、とりあえずアイトールと会うということで会いに行きましょうか。おい、ぴょん。あれ、オッケーオッケー。で、3、だいぶ遠いな、だいぶ遠いよ。オッケーオッケー。これ、お、起動カートラップやって、これか。はあ、すげえ。どんなんや。はあ、おはは、これはやばいわ。
ダイイングライト1でおなじみのね、カートラップ、しかもさらに威力が上がってるやんか。よーいしょ、おいおい、はい、楽しい。ほんまに爽快なんよな。ほら、よし。ちょっとソフィーはこの状況をどう思うのか。あ、プチイベントあるか。プチイベント、あとね、パルクールレベルが上がってほしいんですよ。まだもうちょっとね、あの欲しいスキルがあるんで。あ、この上か。そうそう、セーフランディングやったっけ。もうちょっと高いとこからでも飛び降りるよみたいなね、があるんで、ぜひね、それが欲しい。はい、オッケー。で、経験値も手に入って、ほい、よいしょ。これをね、結構たまにいい武器が手に入るんで。おモテない。こういう時はね、インベントリーの一番弱い武器って言ってもね、もうこんな感じでだいぶね、強いのばっかりなんで。今ね、シンプルトンやんで。アンコモンの武器はね、あんまりこう魅力がないというかね。痛いそうそう、こんな感じでね、ちょっと高いとこから落ちたら、今あのローリングの着地のあれを押したんですけど、コマンドをね、ですぐ死んじゃうんですよね、今んとこ。なんでちょっときついなというのがあるんで、早めにね、パルクールレベル上げて、そういうのも解放しておきたい。よいしょ、 OK。 個人的にね、なんかあれ、あいつ怪しいなと思って、すごい協力的にしてくれてるんですけど、何やったっけ、ホーコンやん。そう、なんとなくね、そんな感じがする。よいしょ、協力的すぎてね、なんでそんなにまでっていう感じで。しかも第6巻とか言うとったけど、もう怪しいでしかないんよな、なんか。そう、でもしかしたらでも違うかもしらん、ホーコンと見せかけといて違うかもしらん。さあ、どうだ。指揮官を殺したろ、イカれたお前の考えか、それとも姉貴の入れ知恵か。黙れ、あの野郎は大嫌いだったけど、殺すほど俺はバカじゃねえ。犯罪者ってのは現行犯でとっ捕まえてもとことんしらを切るもんだ。てめえがバカだから何もわかんねえんだろ、知るか、マヌケ。よっぽど俺に殺されたいのか。だがそれは俺の仕事じゃない。お前は裁判でしっかり罰を受ける。なぜ皮なんか剥いだ、なぜタトゥーなんか剥いだ。やってねえんだから知るわけねえだろ。ぶち切れることはあるけどよ、俺はそこまでサイコじゃねえ。お前は十分サイコ野郎だ。大方誰かに命じられて殺した証拠に剥いだんだろ。よく聞け、このクソピーケー、俺じゃねえっつったろ。何度言えばわかる、証明しろ。クソが、ってことはてめえらも証拠がねえってこったろ。PK 学校で何を教わった、この態度。時間の無駄だ。何がしたかったんだ。ルーカスを殺してどうしたかった。知るか、アホ。殺してねえっつってんのに、そりゃやられたらやり返す。けど俺は殺人鬼じゃねえ。もういい、エイデン。こういう輩はただ騒ぎを起こしたいだけなんだ。取り調べは以上、どうせ白状せん。嘘は言ってねえ。てめえらに嘘ついたところでルーカスを殺すより得がねえだろ。やってねえけどな。ケツの穴に脳みそが詰まってるようなやつに筋の通った話は期待しとらん。ケツの穴で喋るやつがよ、クソも休み休み。うわ、この皮が動かぬ証拠だ。何よりのな、これ以上このクズを相手にしてる暇はない。こいつは裁判にかけられ直死刑になる。約束の方は。生きてるさ、トンネルに向かえ。バーニーの処罰が済んだら俺も行く。その前に一つ頼みがある。
何だ。センターに着いたら妻と子供にこれを届けてほしい。俺は無事だと伝えてくれ。他に信頼できる人間はいないのか。残念だがな。これが毒で罠ってことはないよな。まさか住所はそこに。オッケー。ほんならセンターに行ける？マジで？これはやばいぞ。こんな早く行けるとはね。ウキウキやわ。で、こっち行くと。やば。こんな早かったんやな。いやでも結構進めてきたからな。どうも。言うて。何しに来た？アイトールからセンターへ行く許可を得た。聞いてないのか？名前を。ハーカン。あんたは？エイデンだ。おい、お前ら通してやれ。よっしゃ、許可が通りましたね。で、方向についていたらいいか。よっしゃ、楽しみやぞ。これは一応感染者はおるんか。女とは縁がなくてね。今まで誰とも。マジかよ。誰もがあんたみたいにナンパなわけじゃない。だな、もったいねえよな。ま、わかるよ。点々と街を移動してたら誰かと付き合うチャンスなんてない。そういうあんた、今まで本気になった人は。俺か。恋愛で何度も話したろう。努力はしたよ。毎回こいつが一番だって思いながらな。二番もいたけど。ところがある時本物に巡り合った。けど彼女を傷つけ終わった。それ以上こじらせたくなかった。お、一応おったんや本物が。完璧な人間などいない。え、停電。なんだ今の。何今の。まずそうだな。え、どうした今のは。一体こりゃやばいぞ。やばい。どうする。大急ぎで進め。換気装置が全部停止した。は、このままじゃ長くは持たん。有毒ガスか。時間は。マジか。全然ないか。ほんの少しか。整備エリアに換気パネルがあるはずだ。起動してきてくれ。俺はこの電力サージをどうにかしてみる。女のことくらい電気にも詳しいといいが。減らず口聞きやがって。生意気なやつめ。換気パネルはあっちだ。こっち？こう行けばいいんか。急げ急げ。有毒ガスが。あ、GRE キーがあったからよかった。よし。で、こっちか。うわぁ、汚染されとる。急げ急げ。あ、一応二段階ダッシュも使えると。こう。ほい。OK。あ、あっという間やったな。ほい。よし。いいんじゃない？ホーコン作動しない。え？ガスがどんどん濃くなって。やばいぞ。ケーブル？わかった。え？ケーブルどこ？うわ、これがケーブルか。やばいぞ。あ、こっち。半端ない半端ない。半端ないぞ。これ遅れてここで死んだらこぶシャレだな。よし、で、こうか。 OKOK。 スイッチを入れる。さあどうだ。すぐにまた消えちまう。何やねんそれ。発電機まで来たが起動しない。オーバーロードしてるだろう。一応策はあるが気に入るかどうか教えろ。セクションの一つを切るんだ。ファンに直接プラグを差し込める。危険なのか。照明を切らなきゃならん。全部だ。暗
うわぁ、怖っ。いいのか。いいわけないが、それしかないんだろ。やばいな、UV ライトなしで歩かなあかんってことやろ。今だ。うわ、うわ、怖っ。しかもボラタイルおるかもしらんのやろ。しかもまだガス発生しとるやんか。これどうすんの、これ。こうか。で、よいしょ。で、こっちか。よいしょ。で、こう。で、こう。よしよしよし。いいね。動いてる動いてる。あ、そう、こっち行かれへんのか。ファンが回っとったら、そら通られへんようになってるわけや。は？あ、ここさ、登れんちゃう？ジャンプで。はい、オッケー。よっしゃ。ウォールランジャンプできるようになってるんで、ここは、ありがたい。よいしょ。はい。やばいぞ。免疫が、どんどん落ちていく。こっち？おい。あ、おる！うら。おい、よしよしよし。うわぁ、ライトなしやからな。オッケー、急ぎ急げ。こんな感じでゾンビがはびこってると。で、こっちか。ホーコン、戻ってきたぞ。タクシー、おし、おい、大丈夫か。話してみろ。安心しろ、おっさん、大丈夫だ。誰がおっさんだ、クソガキ。よし、次はあんたが走ったらどうだ。遠慮する、座ってる方が得意だからな。得意分野を極めようぜ。お前が走り、俺が考える。電力は持ちそうか。どうかな。1週間もありゃ簡単に全部直せるんだけどな。ホーコン、持つのか持たないのか。持つはずだ。安心しろって。そのうち別のとこからファンに電力を引き込めるようになる。ここはよく知ってる。この駅はパンデミックのずっと前から閉鎖されてた。へえ、不気味なところだな。それは不気味やな。ここでダチと溜まってたよ。まさかな。こいつは。おい、これを見てみろ。なになになに、もう落書きのこと。え、話す。これはどうした？ジョン・マイケル・ノバクだ。誰？古いダチさ。町中にやつのイケてるグラフィティがある。確かここらにもう一つあったはずだ。え？聞こえたか？何？いや、空耳じゃないのか？調べてくる。何かあったら嫌だからな。そこにいてくれ。わかった。うわ、嫌やな。え？なになになに？見えへんけど。え？は？上で何かあったに違いない。嫌な予感です。なんで閉めたこいつ。ったく、なんだよ。 GRE キーをくれ。防壁を開く。俺に任せろ。 GRE キーどう役に立つんだ。これでどうする気だ。それで GRE 製のもんを開けたろ。この防壁も GRE 製だって言ったよな。だから制御室を見つけて防壁を開く。だがそっちも。こっち側からは整備エリアに行ける。制御室を探してくる。キーを渡せ。仲良く窒息死したいか。こいつほんまに信用できるんか。まあ渡すしかないもんな。わかったよ。ほら、ハッチを見てくる。もちろんだ、約束する。ホーコン、ホーコン、ホーコン、どこにいる。俺を置いてきか。あいつほんま大丈夫か。こっちもダメだ。そうか、もう一つ手がある。どんな手だ。おい待てって、逃げる気じゃないだろうな。
できるわけないだろ。おい、宝庫、宝庫、俺を置いてくなよ。なあ、畜生、なんとかしてくれよ。何が来てるか分からへんもんな。え？ちょっと待って、ライトついてんのにこんな暗いんや。なんか今感知されとったよな、何者かに。何がおるんや。あの飛ばしてくるやつか。お前か。うわ、めっちゃおるやん。マジか。あ、生き延びなあかんの。あ、バイラルか。よかったよかった、バイラルやったら大丈夫。よいしょ。あ、ちょっとこれ強すぎるからバーバリアンでいくか。おい、まあバーバリアンはバーバリアンで強いんやけど。オッケー、アイテムを手に入れて。痛い。ちょっとあのあれやな、槍みたいなの投げてくるやつ鬱陶しいから今のうちに始末しとくか。おい、オッケー、痛い。オッケー。ほい、暗いんよなほんまに。おいおい、バイバイ。よしよし、全然耐えれる今んとこは。あれ、あ、音だ。はい、終わり。オッケーオッケー。あ、普通のバイターもおるんや。はい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 、楽勝。お前なんや、ほら。オーケー。一応ね、動画内では結構あの派手に演出したいんでね、モッド付きの武器を使ってるんですけどね。ただ動画外でね、一人でやってる時は結構あのモッドをついてない武器でね、普通の使い捨ての武器でやってるんですよ。おお、びきた。うわ、やばい。あんま調子のとったらほんまにやられるから。え、いるぞ、アンダーソン。駅の中、やばい、誰かと繋がってる。助けてくれ、俺を助けてくれ。目標更新。でもでもたっぷり倒したから、はい、おいしい。で、どこ行けばいい。こっち、こう。そこで何してる。アイトールの使いだ、仲間はどこにいる。ホークはロックを開けようとしてる。上で何があったんだ。上で何があった。バザールのバカが風車を吹き飛ばした。そのせいで電力がダウンしてる。お前らは大丈夫か。ホークがロックを開けようとしてる。ホークは防壁を開けに行った。なぜそんなことを。もう少し待てば私が出してやれる。急いでくれ、感染が進んでる、展開しちまう。これで乗り切れ。ブースター、免疫ブースター。え、これさらに耐えなあかんのか。そういうことね。暗いし見にくいんよ。うわー、めっちゃおるめっちゃおる。普通仲間のゾンビに当たっとるだよ。よいしょ、よーし、オーケー。こいつらからもね、討伐の証が手に入るんで。見にくいな。ほーい、オッケー、いた。うわ、こっか。はい、飛び道具使ってくるやつは結構だるいんで。なんせだるい。オッケー、早めに始末しておきたいよ。いたいたいた、誰よ。なんかめっちゃ来てない。なんかほら、おーっとっとっと、ほら、はい、やばいぞ、まずまず、ちょっと待てよ。あ、やばいやばいぞ。ちょっともう初の回復薬使うか。もう47個あるからな。
オッケー。で、さらに使おう。え、回復ってこんな時間かかるんや。そうか、だからあれか、回復薬もアップグレードできるんやもんな。こんな時間かかるんやな、回復って。お、ホークあいつ何してんの、ほんまに。うわ、ほい、よし、とりあえず行くか。さあ、来たか。大丈夫か。ほら、爆弾受け取れ。爆弾。線路に沿って整備用の通路が走ってる。壁を吹き飛ばせってか。他に案があるか。もう本当に時間がないんだ。方向を見なかったか。いや。裏切られたのかもな。そんなのよくあることだろう。待て。アンティジンはいるか。お、アンティジン。まだ持ちこたえてる。そのマダムすぐに。ああ、アンティブースターか。そうだ。それでいい。さあ行け。私は出口に向かう。なるほど。アンティジン懐かしいな。で、あれね、ダイイングライト1でアンティジンよくあったんでね。オッケー。おお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 お、逃げろ。ほら、邪魔だお前ら。よし、バイラルはもうおらんのか。どうだ。オッケー、爆発した。さあ、行け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 、逃げろ逃げろ逃げろ。どこや、こっちか。で、こう。おお、こう、逃げろよ。やべえ。え、あ、こっちか。ほい、で、こう。よし、上げろ。オーケー。早速バイターおるけど。痛い痛い痛い。え、え、なんでバーニーがおるの。 PK が来る前に捕らえろ。は、そうか、爆破されたんか、風車が。与えられんだ。言った通りだろ、アホホーコンの野郎がいりゃカスエーデンも遠くにはいねえだろうってね。うわ、捕まってもうた。何した、ホーコン。いや、まあちょっと脅してやったら逃げちまったよ。けどてめえはそうはいかねえ。いいか、この世で PK より嫌いなもんはそうはねえ。けどてめえは裏切り者で泥棒の二刀流と来てる。てめえは俺らから水を盗んだクズ野郎だ。頭を串刺しにしてアイトールの前で振り回してやるよ。やばすぎやろ。方向を探してる。方向はどこだ。俺らを見るなりすぐ逃げたよ。まったく素晴らしいお仲間だな。しかもあの野郎ナイトランナーなんだろう。たく、何がナイトランナーだ。邪魔するな、最後の警告だ。おお、怖、怖すぎてうっこ漏らしたいぞ。姉貴への仕打ちを見過ごせると思うか。こそこそ兵士にごますって水盗んだくせによ。どんなにルーカスを殺したかったか。でも今はどうでもいい。てめえさえ殺せるならな。うわ、やっちまえ。え、戦うん、マジか。てか、なんで縛らへんかったん。めっちゃガバガバやんか。おい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 、え、あいつ全然死ねへんやん。よいしょ、ちょっとこれで回転攻撃。オーケー。あ、死んだ。バーニー死んだ。はい、バイバイ。今度こそ死んだか。ガバガバやな。手足縛っとったらよかったのに、ほんまに。そういうとこね、ダイングライトまだ甘いんですよ。こういうところ、こういうとこがね、ちょっとガバい。くそ、だから電気が消えたのか。
風車を爆破したから。マジか。アンダーソン外に出た。それならよかった。だがちょっと問題発生だ。どうした。何。エレベーターが止まった。発電機は動いてるはずだが。どういうことよ。アイトールが部下を向かわせてる。バイオマーカーが赤くなる前に来てくれるといいんだが。協力に感謝する。俺も手伝おう。アンティジンを撃っとけ。迎えに行く。おやおや、正義のナイト様のお出迎えか。助けてくれた、お返しだ。どこにいる。脱出口のエレベーターだ。そこを動くなよ。 OK。 よし、結局あれなんやな、センターには行かれへんまま。あいつ行けたんか、あの方向。とりあえずそうか、そんな簡単に行けるわけないよな。てかこのハテナ何なん、これ。このハテナ何やろ。じゃあちょっと今回これで終わりにして、ハテナのとこ行ってみたいな。うん、ハテナ行く。何か気になる。であれ確認したら今回は終わりましょうか。よいしょ。よし、こっちをこういくか。ほいほいほい。でこう。いいね。盗賊を無視して、あれかな、クリスタルのルーカス。ルーカスちゃうわ、あいつはもうどっかいたんや。ルーカスじゃねえや、あのバザールの隊長。ここよいしょ。オッケー。この中かな、中っぽくね。こうここ、あ、ここや。ハテナってなんなん。え、これなんかあるんかな。なんもなさそうやな。ここなんもないやろ。上ここ、なんか入られへん。こっち。これ何これ、何これ。バグか、この一番上に登らなあかんのかな。よいしょ。お、これは、あ、なんか動いてる。あーかん、なんか動いてんな。あ、さらにここをこう登ると。なるほど。ほい、なんかあるんかね。よいしょ。そこのハテナ何これ。え、これ何もないんか。余計に意味がわからん。ほえ、一応マークしてるハテナのとこがこっちについとったけどね、え、何もないと。まあ一応なん、もし何かあればね、また次の動画ね説明したいと思います。なんか見つかればですけど、多分見つからないんで、多分もう何もないと思うんですよね。いやな。オッケー。じゃあ今回はこれで終わりましょうかね。うん。で次回はこっちか。暗闇へ。よし。まあ、結局なんかこっちでねいろいろあるんで、なんかまだ構想がねどん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 あの激しくなってきてるんで、そう。まあ。
これが解決せんことにはこのセントラルループまで行かれへんやろうなっていう感じはしますね。はい、というわけで次回ね、そのピースキーパー助けに行きたいと思います。ではまたね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made by myself.